はい、今日は春の山菜採り第2弾、イエーイ。じゃん、まず今日採れてるのはこちら、笹の子、タケノコ。北海道ではタケノコって言ってるけど、なんか笹の子らしいです。はい、これ美味しい。これとあと狙ってるのはウドとタラの芽、それを取っていきたいと思います。探しながら今ちょっとドライブしております。では何が釣れるか、釣れるかじゃない、魚じゃない何が取れるか頑張ります。それ強すぎやん。タケノコを取ります。おお。ヤッサン取れよ。ヤッサンは逃げました。本当はウドが欲しいんだけど。めっちゃ風が強い。そして雨が降ってきた。ガガーン。うわ、バラバラ降ってきた。やばい、これは山菜が取れないかもしれない。困った。強風だ。くそ、雨降ってきた。雨降ってきたね、ヤッサン。やむでしょ。何あった？アイヌネギのお化け。アイヌネギのお化け。いやー、山菜取りたい。大丈夫かな。こんな雨の中すごい根性です。おお、結構太いじゃん。取れました。すごいな。ちょっと細い？十分。いや、いいんじゃない？うわ、すごい。髪の毛よ。うわ、すごい天気になってきた。はい、こんなに取ったよ。これ、タケノコだ。笹の子っていうの？まあ、そうだね。北海道はこの笹の子、タケノコっていうんだよね。タケノコ、これを笹、タケノコっていうんだよね。そう。で、これは美味しい。マヨネーズつけたり、茹でて。バーベキューやホタテの違いにも合います。はい。もっと欲しいな。タラの芽だ。これをおこげさんが収穫します。おー、ナイス。ナイス、よかったね。ウドは？ウドはない。キツネちゃんがいます。どうしたんだろう。ずっとじっとしてるね。どうしたんだろう、あんな雨なの。大丈夫かな。ね、かわいそう。さあ、ここにあるかな。雨が上がりました。上がったね。さあ、ウドで本命のウドを探します。ああ、よかったね、奇跡的に晴れて。ああ、めっちゃ晴れた。虫も出てきた。なんかこの辺り怪しいよ。マジで。あ、これ何？アイヌネギ。それは全然違う。どれ？おこげさんが見つける。もっと上でしょ。あ、ほらほら、見ろ。見ろ、あのヤブ。怪しそうでしょ。よし。頑張れ。でも濡れたから。あっ、あれは違うか。どれ？こんな感じ。え、ちょっと待って。これはなんか飛んだ。これはね、ちょっと待って、これそう、もどきですね。似てる。似てるけど違うよ。なんか怖い。大丈夫だ。竹の子、もっとこっちじゃないのか。こういうね、ヤブにあるよ。ゆっくり行かせて。こういうヤブにあるよ。
待って、え、下抜かんでるから気をつけてね。え、そっちは、また、あったあったあった、おお、やっと待った、現地帯だから気をつける、ほらほらほら、あ、これまさにそうでしょ、うどうどうどう、おお、やったー、天ぷら、え、めっちゃでかー、やったー、ついに見つけた、全部は取りませんから、取って取って、いや、いいよ、太くてすごい、最高やん、え、極太だ、おお、え、待って、カッターで切れる、これちゃんと根元からね、意外と切れた、うん、やったやん、やったー、おお、待って、山菜だじゃーん、まぶしい、やったー、イエーイ、山で見つけました、うどこれさ、ちょっと待って、美味しそう、めっちゃいい、めっちゃいいやん、もう一個取っていい、おー、まさにうどですね、生うど、これ簡単にサクって取れる、ちょっと待って、めっちゃいい匂いする、うん、あー、これが本命です、1年ぶりの香りだね、去年ね、あんまり取れなかったから、やったー、じゃーん、おー、いい、ね、すごい喜びの、ここは、まあ、こういうところは天ぷらにして、うん、この茎の部分は酢味噌、いや、めっちゃいいやん、あ、ついちゃった、普通に最高最高、うわーい、やった、あ、これは何、ちょっとまだあるよ、待って、ほらほらほら、ここに気になるものがある、それは何、これは何だろうね、ちょっとよくわかりませんね、うん、なんか、うつ、あ、あれじゃん、ウツボットだよ、ポケモンでもいるじゃん、ほら、この中に虫をさ、捕食するやつよ、いや、ちゃんと、ほら、まだあるから、鳥な、ほら、あ、ほんと、節穴か、こんなに食べる、節穴かやな、との目は、これでしょ、取りましょうよ、はい、おお、素晴らしいね、これちょうどいいじゃん、おー、たまらん、ここの場所、来年覚えたかな、ね、秘密の場所でーす、イエイ、あ、あれ、取ってないやつ持ったらめっちゃ増えるわ、あった、ああ、これで東大元暮らし、でも、ウドってさ、うん、次鮮度が落ちちゃうから結構大事なんだよね、調理方法、ね、え、なにこれ、虫、あっ、変な虫ちゃんがついてる、うわ、うえー、ちゃんと洗いましょうね、うん、おー、やったね、うん、貴重なウドだよ、眩しいよかったね、うん、あ、風の子あった、とりあえずこれだけあればいいかい、まあ、とりあえずね、はい、はい、ということで、はい、今日はこれを家に持って帰ってウドとタケノコと、はい、なんだ、タラの芽が取れたので、ああ、そうだそうだ、料理したいと思います、はい、イエイ、喜びの舞をお願いします、喜びの舞、はい、なんだよとりあえず、あ、わ、すげえ、虫すごい、これ持って帰ります、はい、はい、今年の山菜採り大成功、イエーイ、はい、掲げろ、上にデデデデそれ全部だじゃん、そうまぶしい、はい、で、天気良くなりすぎじゃない、ああ、急にね、うん、なんか、キモいね、うん、え、なに、ちょっと待って、これ、まあ、熊の糞じゃないか、違うんですよ、え、怪しいな、怖い、もう帰ろう、クモ、クモやん、うわ、皆さんに質問があります、これ太いフキを取りました、これは食べれますか、なんか色が緑色ではない気がするんだけど、フキの茎、これ食べれる、わかる人コメントください、これわからない、太いけどね、これなんか鳥が怖いです、これフキ、これ食べれる、コメント欄にお待ちしてます、食べれたらいいんだけどちなみにあの辺に生えてるようなフキです、あれを取り、めっちゃ虫がやばい、あれを取りました、タケノコの先端は斜めにカットして茹でるそうです、こうすると皮を剥くのに楽になるそうです、この先端の尖ったところ斜めに切りました。
うどは天ぷらと酢味噌あえにします。この太い部分を酢味噌にして、このこの部分は天ぷらにしたいと思います。美味しいよこれ、一番好きかな。イエイ。茹でてます。茹でてから皮を剥きます。ちょっと鍋に入らなかったので半分にタケノコ切りました。うどです。うどは茎の部分を酢味噌にして、皮はきんぴらにします。うどは食べれないところがないらしく、だいたい全部食べれます。きんぴらめっちゃ美味しい。ちょっと酢味噌につけて、酢水につけてアク抜きをしています。こっち天ぷら、これはもう最高、楽しみ。天ぷら。はい、茹でてアク抜きをして茹でたやつを酢味噌あえにしました。これ美味しそう、めっちゃいい匂いしてる。うどの独特な匂い、これが好きです。美味しい。1個食べちゃおうかな、どうしよう、1個食べちゃおう。うん、うまっ、最高、大成功。はい、うどのきんぴらも完成しました。人参入れたかったんですけど、人参なかったのでうどだけで作りました。これはめっちゃ美味しい、甘辛い、最高です。うどとタラの芽の天ぷらです。もはやどっちがどっちかわからん。食べたらわかります。美味しそう、ちょっとなんか焦げたかな。はい、美味しそう。揚げたてを食べちゃってます。美味しい、いただきます。うーん、うまい。今日は天気予報では雨は降らない予報だったんだけどな。 0% ですよこれ。皆さん、やばい。